丈夫か？オイラもまさかお前の妹さんがアビスと一緒にいるなんて思わなかったぞ。気をしっかり持ってくれよ。オイラはお前を信じてる。妹さんのこともな。今はまだ受け入れられないかもしれないけど、立ち止まるわけにはいかない。そうだろ？妹さん言ってたよな、オイラたちに旅の終点にたどり着けって。それってきちんと話をしてくれる気があるってことだと思うぞ。旅が何なのか、終点が何なのか、オイラたちで見つけないとな。気にすんな。仲間は助け合ってこそだからな。でもこれからどこに行けばいいんだ？旅を続けるなら。それって妹さんと離れ離れになった原因の神のことだよな。確かにあの神が今この複雑な状況を作った元凶でもあるからな。オイラも応援するぜ。想像しただけでなんだかすっきりしてくるな。もう風神と眼神の二人には会ったから、この後は。ああ、でも前に勝利から聞いたように、稲妻は今鎖国状態で普通の方法じゃ入れない。だからどうやって行くか稲妻の人に尋ねてみようぜ。DA 校にいるアツコさん、確か稲妻から来た人だったよな。彼女に聞いてみよう。よかったかな。今頑張って現地の喋り方を勉強してるんだ。で、私に何か用かな。ちょっと聞きたいことがあるんだ。稲妻ってどうやって行くんだ？ああ、なるほど。そういうことね。確かに方法は知ってるけど。よかった。やっぱり当たりだったな。でも、その方法は成功率が限りなくゼロに近いの。え、限りなくゼロに近い？じゃあ、アツコさんはどうやって稲妻から出たんだ？その方法を使ったからこそ、どれほど危険かがわかるんだよ。あの時頼ることができたのは、自分のイカダだけだった。前方には嵐が、後方には追っ手がいた。逃げ出した後、何日も海を漂流した挙句、食料と飲み水が底をついてね。目の前が真っ暗になって気を失ったの。正直もうダメかと思ったよ。でも終わりじゃなかった。それどころか新たな始まりを迎えられるなんてね。そう、まさに九死に一生の旅だったね。今生きているのはきっと神様のおかげかな。そんな危険なのかよ。どうしてそうまでして稲妻を離れたかったんだ？だってあそこは窮屈なんだもの。あまりにも緊迫した雰囲気で出入りするにも勘定奉行の厳しい審査を通る必要があるし、私の性格と合わなくてね。あ、勘定奉行って。
なんだ？稲妻の様々な事務を管理している部門のことだよ。三部業と呼ばれてるの。例えるなら、リーユエの七前八門と似てるかな。その勘定奉行の責務の一つが、稲妻に出入りする人の身分を事細かく審査すること。そして外部から来た人を離島で一括管理するの。それから最近行われてるメガリレー。あれは天領奉行が取り行ってる。彼らは雷電将軍の忠実かつ無情な代行者でね。故郷の悪口を言うのはあまり気分がいいものじゃないけど、あんな抑圧的な環境に長くいたら、その先の生活に期待を持てなくなるのも当然。だから、どうしても行かなきゃいけない理由がない限り、稲妻に行くのはお勧めしないよ。そう。でも、稲妻の近海は止むことを知らない嵐が吹き荒れてるし、たとえそれを突破できたとしても、鎖国令を実施する武士から逃げないといけない。それら問題をくぐり抜けることができても、稲妻にたどり着いた外国人を待ち受けているのは離島。正当性を証明する書類を見せないと追い出されるの。稲妻に人を寄せつけないためにわざとやってるみたいだな。あそこはただ島内の物資の供給と情報の流通を確保するために開かれた港であって、普通の外国人じゃ証明書を手に入れることはまず不可能かな。でももし本当にどうしても行きたいのなら、まだ一つ可能性があるかも。イカダは危険すぎるぞ。それにオイラ多分船酔いするし。違う違う、私が言いたかったのはリーウェでも有名な南十字船隊に稲妻まで連れて行ってくれないか頼んでみること。あそこって一年中後悔してるし、嵐に対する心得もあるはず。突破する方法を知ってるかもしれない。でもあそこって武装船隊だろ。オイラたちのお願いをそう簡単に聞いてくれるかな。そこはあなたたち次第だね。棟梁の北斗さんを説得できたら可能性はあると思うよ。南十字船隊の旗艦飛鳥星号は今幸運閣の近くに停泊してるって聞いたよ。行動するなら今がちょうどいいかも。じゃあ善は急げだな。早速棟梁の北斗に会ってみよう。
ういう意味なのかしら。ん？あんたはもしかしてファデューやマジンオーセルと戦った旅人か？行幸から聞いたんだ。ある旅人がリーユエを救った。見聞が広く実力も相当ってな。あいつは目が高いからこんなに人を評価するのは滅多にないことなんだぜ。当時その話を聞いて、一体どんな実力を秘めたやつなのか会ってみたいと思ってたんだ。その服装と横にいるチビノであんただって分かったよ。チビじゃない、パイモンだ。パイモン。ふむ、実に興味深い生き物。お二人からは風と大地の匂い以外にも何か少し…うむ、星空の匂いがするでござる。ん？何が何だって？今までで一番おかしな感想が聞こえてきたぞ。気にしないでくれ。ただ拙者は運命の出会いには意味があると信じているだけでござる。どう見ても私はそんな上品な人物じゃないだろう。こいつは楓原和葉。わけあってしばらく私の船に乗ってる。時折出てきてはこういったことを口にするんだ。船と海風があるのに塩を吟じぬのはいささか風情に欠いているであろう。確かにな。南十字舞踏会が開催されたらあんたにも塩を披露する機会を設けてやるよ。それは今日次第というもの。何かのために書かれた詩というものはそのほとんどが意を欠いたものになるでござるからな。せっかくの機会なんだ。それに大英雄も参加する。そう決断を早まるんじゃない。ちょっと待ってくれ。南十字舞踏会ってなんだ？それに大英雄って。お？私はてっきりそれの申し込みに来たのかと思ってたが、知らずにここに来たのか？南十字舞踏会、私が主催する舞踏大会で大勢の人が自らの武芸を披露するために参加する。参加にあたっての決まりは2つ。1つ、何かしらの実績があること。少なくとも武芸が全くできずただの遊び心で参加するのはダメだ。もちろんあんたにその心配はいらない。あんたより実績のあるやつなんてそういないからな。2つ、参加者は神の目を持っていてはならない。実力の差が開いちまうからな。自分の実力に自信があるのは知ってるけど、竜や虎が隠れているのがこのリーユエだ。甘く見るなよ。あんたみたいにリーユエを救った大英雄が私の舞踏会に参加すれば大きな話題を生むはずだ。そしたらもっと強いやつが集まる。でもオイラたち本当に舞踏会に参加しに来たわけじゃないんだ。そう結論を焦るな。今回の舞踏会、いつもより貴重な商品を用意してある。それも主なき神の目。拙者が提供したのでござる。もし舞踏会の優勝者がこの神の目をもう一度呼び覚ますことができたなら、それはそのものに授けよう。そんなものがあるのか。所持者が亡くなると神の目は光を失うが、それでも抜け殻は消えぬ。その抜け殻で何ができるのかはまだわからぬが、実体が残っている以上受け継ぐことができるのではないかと拙者は踏んでおる。ああ、私からすりゃ神の目は神に認められたことを象徴する旗だ。それを輝かすことができるのは強者の中の強者に決まってる。その強者を見つけるため、そして神の目に再び光を灯すため南十字舞踏会を開催するんだ。神の目を持ってないのならこれが絶好の機会だろう。自分の神の目を手にするといい。そうだぞ、舞踏会よりも稲妻に行く方法が知りたいんだ。稲妻、あそこに行きたいのでござるか。なんだ、そういうことは早く言え。稲妻に行く程度どうってことない。もしあんたが勝ったら
商品を神の目から稲妻駅市調整号の乗船券に変えてやってもいい。自分で選べ。こいつを舞踏会に参加させたいだけだろ。もちろんさ、強者が多ければ多いほど舞踏会も派手なものになる。だから私はあんたにどうしても参加してほしいのさ。どうする？稲妻に行くために参加するか？よし、じゃあ会場に行って申し込んできな。舞踏会の会場は幸運閣にある。私も後からカズハと一緒に行く。さすれば、あとは結果を待つだけであるな。うむ、悪くないでござる。早く行くといい。場所は幸運閣だ。もう会場の配置は済んでるから一目でわかるだろう。この記号は何ていう意味？舞踏会、稲妻で流行していた決闘を思い出す。ただ寸止めでは体の奥に潜んでいる力までは発揮できぬな。そうだが、君たちも申し込んだのか？だったら、まずは舞踏会の決まりを見てくるといい。南十字舞踏会は、希望者全員が参加できるわけではないからな。舞踏会は、剣法や武器を使って勝負する。実力がない人が参加しても、最終的に怪我を負うだけだ。誰もそんなことは望んでない。そうだろう？そっちは一体どんな実績の持ち主なんだ？ははは、俺か。以前チコガン自由迫撃大会で準優勝したんだ。なんかあまり一般的なやつじゃなさそうだな。そんな、聞いたことないのか。よくやってる大会で俺が参加した時なんか何十人も参加者がいたんだぞ。大会の実績以外にも、戦艦軍の代わりに砲塔団を捕まえたことがある。悪さをする二人の悪党をとっ捕まえたんだ。夜中に俺のところに盗みに来るなんて、とんだ怖いもの知らずだったぜ。あの時のことはよく覚えてる。
俺の左拳が痩せた方の顔面に炸裂して、そいつがよろけて後ろに下がると、今度は隣の太った方が刀を出してきやがったんだ。だが俺は一歩も引かず、回し蹴りで刀を天井まで弾き飛ばしてやった。ははは、確かに。でも素手で二人の敵を相手にしても、俺は全くひるまなかったぜ。結構重い傷を負ったものの、二人を捕まえて千貫軍に引き渡した。それで表彰もされた。まあ、オイラたちからすれば、砲塔弾を同時に四五人相手するなんて日常茶飯事だけど。よし、じゃあもう少し周りを見てみようぜ。闘技場だよ。若いやつには負けないぞ。闘技場で会おう。機会があれば俺の自慢の足技を披露してやろう。こんにちは。お前たちも南十字舞踏会の参加者か？ああ。武芸を極めるためには実戦で経験を積む必要があると師匠からそう教わってな。しかし俺たちにとって修行以外にも、あの主なき神の目を手に入れることも重要な目的の一つだ。はい、神の目があれば私たちは師匠の弟子の中でも一番のお気に入りになれるはずです。その師匠ってすごそうだな。有名な人なのか？ああ、あの方は霊山派の創始者で非凡な実力の持ち主。俺とこの弟弟子もその一派のものだ。それもそのはず、まだ創設して間もない流派だからな。まだ師匠の名声ほど高くはないんだ。あの人は武術の達人で数々の技を生み出した。聞くところによると柔軟流派が影響を受けているらしい。彼が霊山派で伝授しているのは家系と呼ばれるカンフーだ。家系？気功の一種で、身にまとう気を用いることで少しも動くことなく相手の攻撃を防ぐことができる。例えば俺の師匠は相手の拳をたやすく反らすことができたり、投げられた石の軌道を変えたりできる。過去に師匠に挑んだ人は手も触れずに吹き飛ばされたことがあるらしいです。確かに本当のことだ。ただ習得するのは非常に困難でな。俺たちみたいに長く修行をしていても習得できたのはほんの一部。まだうまくは使えない。はあ、きっと私たちには素質が足りないから習得に時間がかかっているんでしょう。このままでは学費が払えなくなります。学費がいるのか？もちろんです。師匠は武術の達人で毎日忙しくされている身、そんな方から直々に教わるのですから誠意を表すのは当然ですよね。ただ師匠の指導を受けているにもかかわらず、いつまで経っても進歩しないから師匠の顔色もだんだんと変わってきた。しかもその後、コカ派に神の目を持つ者が加わり、流派に大きな進展があったと聞く。ですので、私たちも神の目を手に入れたら、師匠の機嫌が良くなるのではと思いまして。大丈夫。それに、考えられる手は全部試してみるべきだ。待ってるだけじゃ何も変えられない。そうですね。もし成功すれば、霊山派の名が歴史に残ることになります。そうすれば、周りから一目置かれるでしょう。リーグへ一の流派になるのも、夢ではありません。ああ、闘技場で勝負をつけよう。そこの若いの、見たところ君もこの南十字舞踏会に参加しに来たのかな。つまり僕の競争相手がまた一人増えたというわけだ。お前も優勝を狙ってるのか？そうだ、参加するなら目標は優勝しかないだろう。それに神の目は僕にとって唯一足りないもの、そして一番重要なものでもある。
いやいや、別に具体的に何かしようとは思ってないさ。ただ完璧な人になりたいだけなんだ。少し自慢になってしまうけど、僕の人生はこれまで何の挫折もない順調なものだった。どんな試験にも落ちたことがないし、商売をすればかなりの儲けを得た。社交的な場でももちろん十分すぎるほどの出会いがあった。みんなの目には僕は完璧な人間として映っているだろう。だが僕はそれで満足はしない。だって完璧な存在になるにはあと一つ足りていないのだから。そう、神の目さ。こんなに自信満々なやつも珍しいな。そんなのは重要じゃない。僕は南十字戦隊にも知り合いがいるんだ。彼も僕がすごい人だと知ってるから、今回特別に参加資格を用意してくれた。それに大勢の人に応援を頼んでいてね。みんな仲のいいご近所さんなんだ。もちろん僕も何日かかけて武道を学んだよ。僕の才能ならこんな舞踏会なんか適当にやっても優勝できるさ。ふん、生意気な口だな。勝負の場で試してみればわかるさ。よし、僕は試合前の準備をしてくるよ。僕の登場を楽しみに待ってておくれ。なんかみんな自信満々だったり騙されてたり、実力が普通だったりで、お前の方がすごいってことを大声で言ってやりたいぞ。よし、じゃあ舞踏会に申し込みに行こう。警察層腕相撲優勝、この実績はまあよしとしましょう。次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。まさかあなたが。嘘でしょ。本当に噂の。え、あの人神の目を持ってなかったの？この舞踏会に参加するなんて。その確認ですが、あなたはリーウェコーのために魔人を退けた旅人さんですよね。やっぱり彼が。創戦儀式で国勢様と話をしてた人だ。ちょっと彼からサインをもらえないかしら。この舞踏会は神の目を持たない者のみ参加できることはご存知ですよね。本当ですか。噂ではあなたの戦闘力は並外れており、何度も危険な状況をくぐり抜けてきたと聞きます。魔人もファリュイもあなたの敵ではないようですが。でも本当に神の目は持ってないぞ。なんなら持ち物検査をしてみてもいいぜ。すみません、失礼しました。大英雄様が嘘をつくことはないと信じています。ではあなたの持つ実績を述べていただけますか。形式的なものです。述べていただけると私も登録するのに便利ですので。魔人オセルを討伐したことは知っています。他にはありますか。それにフーマリュー・ポワリン、ファリュイ執行官の講師とも戦ったことがあるぞ。な、優勝は彼に違いない。今から参加を辞退しても間に合うかしら。わかりました、それで十分です。こんなに立派な実績は今までに見たことがありません。はい、登録が完了いたしました。これから商品の説明をいたします。大英雄様がこの舞踏会に参加するのですから、目的はきっと優勝してこの神の目を手に入れることでしょう。そのために来たんじゃないぞ。優勝したら稲妻に連れてってくれるって北斗が約束してくれたんだ。他にも商品は？そんなの聞いてないぞ。多分北斗さんがその条件を出したから大英雄様も参加する気になったんだろう。でも大英雄様、稲妻みたいな危険なところに行く気なの？なるほど、北斗姉様と
事前に条件を話し終えていたのですね。さすがは大英雄様、自分の考えを持っていらっしゃいますね。とにかく予選はもうすぐ始まります。対策などを立てるのでしたら準備をしておくと良いかもしれません。そうだ、この舞踏会って神の目を持ってる人は参加できないんだったよな。お前は神の目を持ってないけど、テイワットでは神の目を持つ人だけが元素力を使えるっていう認識なんだ。だから誤解されないように、試合の時は元素力は使わないでおこうぜ。それにこの程度の相手なら元素力を使わなくても楽勝だろう。じゃあ行こう、期待してるぞ。その自信に満ちた表情、今から試合を始めてもよろしいということでしょうか。はい、急ぐ必要はありません。万全の準備を。その自信に満ちた表情、では私と共に会場へ。大注目の優勝候補、彼の1試合目が今始まるぜ。君、大英雄だったのか。こんなのどうやって勝てというんだ。なんか一般人よりも弱かったな。あの自信はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。さすがは私が見込んだ強者だ。あんたも見ただろ、カズハ。全く無駄な動きをせず、迷いなく勝負をつけた彼の姿を。そうであるな。しかし、相手を傷つけぬよう、少し手加減をしていたようにも見えたでござる。今までいろんな戦いを経験してきた私だが、この一試合を見ただけで、こいつの強さがはっきりと分かったぜ。だから、褒め言葉をケチる必要なんてないんだぞ。うむ。褒めるとするなら、そうであるな。悪くない勝負であった。はあ、まあいい。あんたに詩を読んでもらって場の雰囲気を盛り上げようと思ったが、無理強いだったみたいだな。実はさっき、参加者が大勢私のところに来てな。リーユへの大英雄が舞踏会に参加するなんて思わなかったって驚いてたぞ。それから参加を申し込む人が一気に増えた。中には武道を極めた奴もいる。みんなあんたと勝負したいと思ってるみたいだぜ。だからあんたには優勝候補にふさわしい待遇を与えると決めた。一般選手との勝負で体力を消費してほしくないし、それにあんたももっと熱い対決を期待してるだろ。だからあんたには直接準決勝に進出してもらうことにした。はまだ予選だろ。直接準決勝だなんて適当すぎじゃないか。これが姉君の性格でござる。止められんよ。それに実際の実力でもこの大英雄は準決勝まで進むと拙者は思う。それはそうだけど。じゃあまずは他の試合を観戦しよう。誰があんたへの挑戦権を手にするか見てみようじゃないか。ついに来たぞ、本日の大目玉。どうやら姉君はこの勝負に大いに期待しているようだ。これほどまでに興奮した姿は久しぶりに見たでござる。お主の対戦相手は数々の試練を突破し、
準決勝まで進んだ百戦錬磨の強者。実力ではお主に及ばぬかもしれぬが、油断は禁物でござる。では、お主があの嵐を突破する準備ができているかどうか、しかと拝見させてもらうでござる。おしゃべりはその辺にしときな。観客も待ちきれないみたいだぜ。申し込みをした時の船員のところに行ってこい。彼女が会場まで案内してくれる。あなたの準決勝の相手、名はそこまで知れ渡っていませんが、本武道会の台風の目となる選手でしょう。大英雄様の実力を疑ってはいませんが、万全の準備をした方がいいのは確かです。このレベルの対決なら、こいつはきっと負けないぞ。はい、では入場いたしましょう。やっと来たぜ、大注目の準決勝だ。リーユへの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。商品に興味はない。お前が強ければそれだけで十分。神の目を持つ者にも勝ったことがある。あの力は神が与えたもの、羨ましくはない。え、あの主なき神の目のために来たんじゃないのか。いや、ただ勝負がしたかっただけだ。誰が強いか試しにな。敗北の実が力の差を悟らせ成長させる。だから嬉しいのだ、まれに味わえる敗北が。これこそ言うことだな。機会があればまた勝負しよう。俺ももっと強くなる。そうだ、決勝に進んだ人を知ってるか。お前より強いのか。俺より強いかどうかは分からない。ただとてつもなく速いと聞いた。油断はするな。どうへ行っちゃった。決勝戦の相手について聞き込みに行こうぜ。全力を出さないとまずいかもしれないぞ。君か、はっはっはっは。勝負は見させてもらったよ。見事だった。俺は3回戦で終わったよ。はあ、惜しかったな。せめてもう一戦くらいできたら。決勝戦は誰が進んだか知ってるか。俺を任せた人だよ。すごかったぜ。とてつもなく俊敏で人の隙をつくのがうまかった。少し隙を見せただけで次の瞬間地面に倒されてたよ。俺の体格は力比べなら負けないんだが、俊敏さとなるとどうにもならない。でもま、そいつが相手でもお前には勝てないと思うがな。
球で拳を防ごうとしたら鼻に直接当たってしまい大量出血してしまいました。相手の選手も慌ててどうして避けなかったのか聞いてきたのですが、もうすでに返事ができる状態ではなく、避けなかったのはそれが霊山派だとしか。ただまだ習得しきれていないだけで、怪我を負った兄弟子を寄港する船に乗せて戻ってきた時には私の出番はすでに終わっていました。このことは私も師匠に言えません。きっとお怒りになられるでしょう。すみません、あなたたちに愚痴を漏らしてもしょうがないですね。私も今は混乱しておりますので、何かお聞きになられてもお答えできないかもしれません。そっか、兄弟子が早く良くなるといいな。お前も元気出せよ。はい、ありがとうございます。なんか役に立つ情報はなかったな。北斗に聞いてみよう、何か知ってるかもしれない。もう終わりましたし、私も後でリーウェイ港へ戻ります。緊張するな。誰であろうとお前にかなうやつなんていないさ。実にお見事、あっぱれであった。相手の動きに慣れるのに少々手こずり苦戦を強いられていたでござるな。しかし迅速に体勢を立て直し勝利を勝ち取った。これこそが最も称賛に値するでござる。実は耳で聞いたのでござるよ、砂と呼吸の音を。しかしこの程度は造作もないこと、姉君にも分かっていたでござろう。確かにな。ただ私は経験に頼ってるだけだが、あんたにとってこの舞踏会は新鮮でいい体験になってるんじゃないか。ちょっと聞きたいんだけど、決勝の相手ってどんなやつなんだ？準決勝の人より強いのか？そうでもない。ただ決勝に進出したやつは強いというよりも突出した能力を持っている。彼は速い、身のこなしに長けている。それに一目でわかるほど豊富な実戦経験を持っている。どうした、決勝戦で不意をつかれないかが心配か。であれば拙者から一つ助言を授けよう。共に静かな場所に来てくれぬか。まだ話してなかったと思うが、実は稲妻にいた頃拙者は浪人であった。おお、それは服装を見て分かってたけど、話してる感じは刀を使うような人には見えないよな。学問を得れば本を知り、武道を得れば刀を知る。長い道のりの中で芸を一つ増やすのは悪いことではないであろう。武芸に優れているとは決して言えぬが、大陸中の様々な達人を見てきたでござる。お主の相手が得意とする技術についても少々心得ている。お主の才覚であれば拙者からの少しの助言でその技を打破する術を思いつくであろう。おいおい、それはちょっと反則じゃないか。情報収集も決闘の一部、問題はないと思うが、彼らはモンドから数々の修羅場を経験してきた。それらをくぐり抜けられたのは気力によるだけのものでもあるまい。そうだそうだ。おいらたちモンドにいたことを言ってなかったよな。その場所へ行けば自然の中に足跡を残す。そして自然はお主らに特別な匂いをもたらすのでござる。しかしその匂いはあくまでも拙者に助言を与えるのみ、本質に触れることはできぬ。拙者もまだまだ気になることがたくさんあるのでござるよ。拙者と共に行かぬか、試合後の余興として。
あんたが来てから、カズハはめっきりあんたのことを気にかけてるな。何か聞きたいことがあるなら、この機会に聞いてみるといい。あたりに人影はない。単刀直入に聞くでござるよ。お主は元素力を巧みに扱える。それも一種類のみにあらず。そうであるな。なんか最初に会った時から会話の中に意味深な感じを含ませてたよな。とっくに気づいてたのか。ああ、会場で聞かなかったのはお主が元素力を扱えることを他の参加者が聞き、いらぬ誤解を招かぬようにするためであった。勝負で不利な場面に陥ろうと元素力を使わなかったのは、拙者と同じように、そう考えていたからであろう。拙者が言っていた見たや聞いたは、私的な表現をしていたわけではなく、事実なのでござるよ。拙者は幼少の頃より、大自然から得られる情報を理解することができた。風の息する音や木の葉のささやきを聞けたのでござる。お主からは似たものが聞こえた。それだけでござるよ。信じられない話だけど、嘘をついているようには見えないな。お主らと比べれば、拙者のこれは取るに足らぬもの。神の目に頼らず複数の元素力を扱える人間など、それにどこから来たのかもわからぬ至極複雑な匂いのした神秘的な生き物も。匂いでオイラを判断するんじゃない。その複数の元素力をいかにして手に入れたのか、拙者に聞かせてはくれぬか。ふむ、理解しがたい。ではお主はいかにして元素力を応用し、実戦で使用しているのでござるか？ひひ、それほどでもないし、オイラはただ自分が思ったことをこいつに教えてやってるだけだ。長い旅を経て様々な経験をした。それらを振り返り、いろんなことに気づく。こいつは、そうやって自然と元素の使い方を会得したんだ。正直、オイラも原理まではわからない。もしかすればその不可解こそ、神と神の目の本質であるのかもしれぬな。だが、やはり拙者はこの目で見てみたいでござる。お主がいかにして元素力を使うのか。それを実際に見れば、拙者も何か気づけるかもしれぬ。拙者が持っている情報も共有しよう。さすれば平等な情報交換となるであろう。ではそこの舞台を利用して行うでござるよ。神の目を使わずして元素力を。ということは、気にするな、独り言でござる。お主の挑戦はきちんと横で見ておる。
晩鐘。せっ、好きや。お主の戦闘力は実に申し分のないものであった。たとえ決勝戦の相手が素早くともお主の隙をつくことはできまい。決勝戦に進出した人物は呼吸の調整と体幹の維持を得意とし、常人離れした動きを行う。そやつの勝利はそのほとんどが視覚外からの奇襲によるものであった。言い換えれば、隙をつかれぬよう気をつければ、そやつの攻撃に脅かされる心配もないであろう。礼には及ばぬ。常軌を逸した元素力の技を見ることができた。礼を言うのは拙者の方でござるよ。やはりこの世は摩訶不思議。常に未知なるものが現れる。なんだかお前って、神の目に対してすごい執着してるよな。でも、お前はもう持ってるんだろ？元素力とか神の目についてそこまで調べる必要はないんじゃないか？拙者が知りたいのは、神の目が神にとって何を意味するのかということ。何をもって神は神の目を人に授けるのか。すまぬ、お主らにとってはわけのわからぬ話であったな。不思議な力を見せてくれた礼に、稲妻について聞きたいことがあれば拙者が答えよう。それが気になったのでござるか。ではもう少し詳細に語ろう。今稲妻ではメガリレーが行われている。それはお主らも知っておるな。神の目とは神からの恩恵でござる。人々がその贈り物を受け取った後、またそれを回収するということは時に死を招く結果にもなり得る。もしも七神が自らの意志により神の目を人々に授けたのであれば、今の雷神はそれについて疑問を抱いているということになるのではないか。もう長いこと新たに雷元素の神の目を持つ者は現れておらぬ。おそらくそこには雷電将軍の意志が反映されているのであろう。なんか話を聞いた感じ、強引的な神だな。拙者が知る限り、彼女は永遠を追求する神であり、自らの考えを冷酷に貫く。リーウェの契約がリーウェを生きる者のためにあるというのなら、今の稲妻が求める永遠は一体人々に何をもたらすというのであろう。少なくとも鎖に縛られた稲妻の民たちは良い生活を送ってはおらぬ。なんかお前が最初に会った神がやりそうなことだな。おや、前に雷神を見たことが？時により左右されるのは将軍様ではなく拙者たちのみ。もし彼女を探したいのであれば、彼女はその場所に居続けているであろう。いつの日か必ず彼女から永遠についての答えを得るつもりでござるよ。さあ、そろそろ時間であるな。決勝戦が始まるでござるよ。そうだな。稲妻のことばっかり話してて試合のことを忘れてたぜ。他にやることがないのであれば共に戻ろう。うむ、では参ろう。神の目を誰が手にするか、見物でござるな。まだか？まあいい。まずはあんたの入場から始めよう。全員静粛に。注目の大一番の始まりだ。刺激的で緊張感あふれる南十字舞踏会も
いよいよ決勝戦。あまたの劇的な試合の末、ついに2人の選手がこの舞台にたどり着いた。まず紹介するのはこちらの選手。会ったことはなくともその名は聞いたことがあるだろう。そう、彼こそは魔人オセルをも恐れさせ、ファデュイ執行官でさえ震え上がらせたティーユエに現れし異教の英雄。おお、待ってました。準決勝ですでに彼の素晴らしい戦いを皆も目にしたことだろう。本日の決勝戦はその時をさらに上回るものとなるに違いない。そしてもう一人の選手は、ああ、まだ会場には来てないようだ。まったく、一体何をやってんだ。決勝戦だし他の試合みたいに危険扱いにするわけには。すまないが、みんなもう少し待っててくれないか。何はともあれ、会場に来てないのならこの決勝戦は延期するしか。待ってくれ、何やら妙でござる。姉君、商品を確認しに参ろう。神の目が入った箱を、お主もついてきてくれ。頑張れ大英雄、優勝はあんたに間違いない。今日かなりの試合を見て、売りには上がいるということを知った。とにかく決勝戦頑張れよ、応援してるぜ。決勝の相手は実力者だ、油断するなよ。どれどれ。し、神の目がなくなってる。盗まれたのか。でもこんな真っ昼間から一体誰がそんなことを。そもそもいつ盗まれたのかもわからねえ。まさかどこぞの誰かにこの私が隙をつかれるとはな。急ぐ必要はない。どのような手段であろうと自然の目はごまかせぬ。ふむ、どうやら盗まれたのは今し方のこと。まだ遠くへは行っておらぬようだ。神の目は拙者が差し出した商品、監視をおろそかにし盗まれたのは拙者の責任だ。故に拙者が責任を持って取り戻すでござる。わかった、そこまで言うならこの件はカズハに任せる。私はここに残って舞踏会を見に来た人たちに説明してこよう。うむ、お主も共に来てくれぬか。でもここって島だぞ。追うって言ってもどこをどう追えばいいんだ。拙者と共に来てくれ、もうじき風が吹くでござるよ。私のせいです。商品のことをしっかり確認してませんでした。北斗姉様は私のせいではないと言ってくれましたが、私は自分が許せません。商品が盗まれたらしい。決勝戦も延期になるって。マジかよ。南十字戦隊のものを盗むなんてとんだ怖いもの知らずですね。ちょうど良い風が吹いている。今が絶好の機会、風に乗って行こう。そのまま次の手がかりを探すでござるよ。
いざ。そういえばどうして商品のことを確認しようと思ったんだ。盗む音が聞こえたのでござるよ。じゃあどうして止めなかったんだよ。敵に分かるでござるか。風が拙者たちを前へ導いてる。盗っ人は向こう岸に着いたようでござるな。また聞こえたのか。一体どんな音なんだよ。うむ、すさまじく得意げであった。この方角で間違いない。拙者についてきてくれ。道中待ち伏せを受けるかもしれぬが、お主ならたやすく対処できるであろう。拙者の予想と大差なかったでござるな。道を開けてもらうぞ。この俺よりも足が速いとはな。逃げるためせっかく船を用意したのに、まさか追いつかれるなんて思わなかったぜ。どれほど船が速かろうと風の速度には追いつけまい。風？何を言ってやがるんだ。くそ、わかったぞ。お前神の目の持ち主だな。くそ、俺にも神の目があれば、この神の目を光らすことさえできればお前らなんかに追いつかれないのに。神の目とは関係ない。お主は群衆から姿を消すのが得意かもしれぬが、自然の目から逃れる術を知らなかったようでござる。それに逃走経路の選択にも隙が多い。また拙者が風を頼りに追う最中、お主の得意げな高笑いが聞こえてきた。言い換えれば、盗みの達人が持つべき三つの心情、迅速、隠蔽、優雅。お主はそれを何一つできておらんかったということでござる。お前だが、それ以外に拙者を一番失望させたのは、その手にある神の目の状態。やはりそれはどのような願望にも反応するわけではないようだ。分かった分かった、今回は俺の負けだ。この神の目はずっと狙ってたものなんだ。今回の舞踏会の参加者は全員まともな流派すら持たない奴らと聞いて申し込んだ。せっかく順調に決勝まで進めたっていうのに。お前が決勝戦の相手だったのか。俺の実力なら優勝は間違いないと思ったんだ。それなのに突然お前らが現れて、準決勝を見た瞬間分かったよ、俺に勝ち目はないって。でもここまで来たのに神の目を諦めるわけにいかないだろ。正当な方法がダメなら、皆の注目が北斗とお前に集まっている間に、過去に手を染めていた本業のやり方でと。あれほど準備したのに、
結局お前たちに追いつかれた。くそ。でも、やっぱり悔しい。本当か？わかった。だが、約束は守ってもらうぞ。俺が持ってても光らなかったんだ。俺にとっちゃ、ただのガラクタさ。そういうわけにはいかぬ。盗みを働いた罪は、海の規則にのっとり、腕を切り落として償ってもらわなければ。嘘だろ！それに商品を盗んで決勝戦に参加しなかった。南十字戦隊の頭領、北斗に恥をかかせた。どうやら真っ赤に熱した鉄をお主の顔に当て、盗っ人の二文字を刻む必要があるでござるな。おいおい、そこまでしなくてもいいんじゃないか。くそ、こんな残酷な奴だったのか。話し合いがダメだ。やるしかねえ。諦めなさいや。てっ、せっ、てっ、くっそ、いやだ、やめてくれ。楽園だけは頼む。生死の狭間に陥り、全力を尽くそうとも神に振り向いてもらえぬか。神の目を残して立ち去れ。拙者は気が変わった。お主への罰はなしとしよう。え、どうした？もしかして自ら罰を受けたいと？拙者は別に構わぬ。そのような武士道にのっとった覚悟は賞賛に値するでござるよ。いやいやいや、そんなわけないだろう。見逃してくれて感謝する。本当にありがとう。よく分かんなかったんだけど、脅しただけだったのか？そのような趣味はない。ただ神の目がまだあやつの手の中にあったゆえ、最後の可能性を試してみたかったのでござる。人は窮地に陥った時、強大な力を発揮する。それが神の目を照らすきっかけになると思ったのだが、残念なことに何も起こらなかったでござるな。そうでござるよ。光の消えた神の目にもう一度光が灯るのか知りたかったのでござる。あやつが神の目を盗んだ時から、この実験に利用させてもらおうと決めていたでござる。それに過去にも幾多の方法を試してきた。主なき神の目が再び光を灯すことは伝説でしか聞いたことがない。だがお主は複数の元素を同時に操れる。そんなものを目の当たりにすれば不可能なことなどないと思うものであろう。さあ、お主も試してみるでござるよ。拙者の思い描く結果になるか確認したい。どうやら何も反応はないみたいだな。なるほど、お主でも無理であったか。気にするでない。こうなると予想はしていたでござる。これでこの神の目は引き続き拙者と共にいることになるな。そうだぞ。この神の目に何か特別な思いでもあるのか？それについてはある個人の話をしなくてはならぬ。彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それは雷電将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼はその人たち、手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れると言った。その後メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を乞う
築する河原となり果てた。そして拙者が放浪していた時、彼がメガリレーの執行者に御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった。しかし拙者が天守閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が薄ゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。だが拙者がやってきたことは、結局のところ何の意味もなさなかったでござるよ。浪人の人生には、旅の意義や道すがれの花鳥風月以外にも、心に道があるのでござる。カズハ。気まぐれに従ったまででござるよ。さあ、そろそろ戻るでござる。では、もう一度拙者がお主に風の導きを。呼ばれていきました。今回の南十字舞踏会の規模が報告していたものより何倍も大きく、見て見ぬふりできなかったようです。北斗姉様はつまらない女だと愚痴をこぼしながら、リユエコへと戻りました。姉君と教皇殿のいざこざはいつものことでござるな。ただ北斗姉様は優勝者の誕生を見られなかったことをとても残念がっていました。リーエコーに戻られる前もずっとそのことについて話していましたよ。実は神の目を盗んだのは、この大英雄が本来決勝戦で戦う相手だったのでござる。賞賛がないと悟り、賞品を盗むという邪念が生まれたようだ。しからばこの南十字舞踏会の結果もおのずと決まったも当然。そうだったのですか。では規則にのっとり、対戦相手は資格を失いましたので、優勝者は大英雄様となります。こんな優勝の仕方、思ってもなかったな。いえいえ、私は名実伴った結果だと思います。今特別に用意した優勝杯をお渡ししますね。そうであろうな。姉君は今いないが、後で伝えておくでござる。姉君は決して約束を違えたりせぬからな。だが稲妻へと続く回路は厳しく、雷雨が絶えず降り注ぐ。果てしなく続く嵐は、雷電将軍が国を封鎖しようとする意志の現れであろう。リーユへのモラクスが岩層で古雲郭を作ったように、雷電将軍もまた俗世の七七世、永遠の嵐を呼ぶことができる。驚くことではないでござるよ。とにかく市長聖号が稲妻に向けて出航するまでは時間がかかる。準備ができたらお主らに伝えよう。この機に拙者もこの地を歩き回ってみたいでござる。リーユへの広大な大地に神の目を呼び覚ますきっかけがないかを。感謝する。お互いの旅に意味を見出せることを願っているでござるよ。最後に一つ忠告を。無人の嵐の先に待ち受けているのは、お主らにとって最も困難な旅やもしれん。心せよ。